こんにちは。えっ、ー、と、明治大学文学部の、えっ、ー、と、小野と申します。えー、専門は、えー、日本文学専攻の国語学です。えっ、ー、と、今日は、えー、模擬授業ということで、宮沢賢治のオノマトペについて、お話をしたいと思います。えー、さっき、私はですね、えっ、ー、と、国語学、えー、というですね、専門であると言いました。 国語学というのはまあ今は日本語学という名前でも使われていますけれどもこれについての説明をまずしてみたいと思います。で国語学というのはですね要するに日本語の言語学的研究です。言語学的研究というのはつまりまあ文法の研究とか文字の研究それから語彙の研究音韻の研究方言の研究といったようなそういったようなものを指します。で つまり、えー、言葉の仕組みの面白さ言葉の仕組みそのものの面白さを追求するというのが、えー、日本語の言語学的研究ということになります。でこれと対比されるのは、えー、と同じ日本文学専攻でも、えー、文学の研究ということになります。えー、これは、まあ、作家や作品の魅力を追求するということになっていきます。でえー 今日はですね、えー、あのこの、えー、文学の方面でも、まあ、とても有名な、えー、宮沢賢治の、えー、言葉づくり、えー、つまり言語学的に見たですね言葉づくりの面白さについてお話をしていきます。で,、えー、であの題名はですね宮沢賢治の「オノマトペ」というふうにしましたけれども、えー、とオノマトペというものを、えー、聞いたことはありますか まあ最近はよくあの耳にすると思いますけれども、あの耳慣れないという人もいるかもしれませんが、ワンワンとかニャーとかガタンとかザワザワとかチクタクとこういったような言葉をえ聞いたことがある人はまあえいると思います。でこのようなものは何と言いますか。そうですねえっと擬音語と言います。で擬音語というのはえ犬の声とかそれからその、えー でですすね音を真似た言葉です一方ふんわりとかキラッとかツンツンとかでれでれとかメロメロなんていう言い方も聞いたことがあると思います。でこれは擬態語です。擬態語というものは感覚とか感情というものを音のイメージで表現した言葉です。でえつまりその例えば、えーっと 羽がふんわりとひるあのひるがえるなんていうときに羽がひるがえるときにふんわりという音は出しませんよね出しませんけれどもその羽がですね軽くこうひるがえっていくという様子をフトーンと鳩の持っている音の感覚で表現しているとこれがオノマトペということになります、えー、まああの音に心を託した言葉などと言われることもあります。 で実はそのオノオトペにはですね決まった作り方がありますまずこれを見てくださいえー、ぐったりだんだん薄くなりますねぐたっとしているとかぐたぐたしているとかぐたんと伸びるとかぐッたんとかですね、えー、まあこういうようなものがまあ,ありそうですそから、えー、人が多いですねびっくりするんですねこれもびっ とかビクビクとかビクンとかビックンなんていうそういう風にこう使われていきますここから何か見えてきませんかそうですねそのここから、えっと、共通要素というものがその見えてくるんじゃないかと思います、えー、つまりグタ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 ングッタンというのはグタていうのが見えてきますしビク,ビク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 ンビックンというものからはビクというものが見えてきます えー、つまりそしてそれぞれにいろんな手を加えているということになりますここをもう少し詳しく見てみましょうグタっていうのはグタっていうですね共通要素のところに、えー、速音を、えー、つなつ、えー、付け加えているものですねからグタグタっていうのはまあこれはあのグタを2回繰り返していますそれから ぐったりというのはちょっと、えー、複雑ですけれども、えー、っとぐとたの間に小さいつを入れて、その後にりをつけて、いる。つまり側を差し込んで、そしてりを付け加えているというそういうことをやっているということになります。で、えー、このオノマトペっていうものの一つの特色として、この組織的に作られるというですね、そういうこう特性があります。 でこの即即組織的に作られるためにその増殖をすることが可能になっているということになります、うん、上で見ると例えばグタとかビクっていう2つがあるとそこからもうそれぞれ4つ、えー、簡単にできてしまいますから、えー、その2つあると8つできるというですね、えー、すごい増殖が、えーそのえー、大きいということが分かると思いますで、えー でここののようなことをですね、まあ、オノマトペの加工展開というふうにまあ名付けます。で加工というのはえさっきのえ基本要素に,に手を加えていくと「ド、え、カ、ー」というのを「ドッカ」と座るとかですね、これを「即音挿入」と呼びます。で、えー、それから「ドカ」にですね「ドッカン」とバトルが始まるとかですね、えー、こういった時は即音を差し込んで、えー「リを付け加えていきます。 そそしてその展開,した展開というものが次の段階でありましてその加工したものにですねまた基本要素を付け加えたりさらに運用していったりします。例えば「ドッカン」っていうのができた時にこれをそのまま繰り返して「ドッカン」「ドッカン」「攻撃が始まるとなんかまあバトルゲームとかなんかにやりそうですね。 それからドカっていうのをそのまま2回繰り返してどかどか人が入ってくるとかですねそうういいったように使いますそれからちょっとあの細かいんですけどもドカドカの後にさらに側音をくっつけてドカドカっとなだれ込むと何かこうその一組についたようなそういう感じの表現もあります。 で加工展開にはですね、えー、とその上で見たようにその差し込む挿入というものとそれから負荷付け加えるというものがあります。でじゃあなぜですね、えー、と加工と展開を区別するのかと言いますと、えー、実は、まあ、オノマトペの実現実現というのはちょっと難しい言い方だったと思いますけれども、えー、そのオノマトペの、えー、その まあですね、実際に出来上がるまでにあるプロセスを踏むことが分かっています。でその実現というのは要するにその加工と展開した後のオノマトペを実際の文の中で使うということを意味します。えつまり同じグタグタでもですね暑い,暑いので部屋の中でグタグタするの場合は左辺同士ですね。でそれから、えー ですね、ちょっともうかか言葉に力が入りませんね。えー、だって暑い日とも言われなくなってしまいます。だっ暑い日。などぐたぐたと言い訳をする。これは等を付け加えて、えー、福祉のように使っていきますね。それからこんな風にしてですね、実現をしていきます。それから、えー、もう諦めて ぐぐたぐたな1日を過ごすともうダメだと暑いですねぐた,ぐたぐたな一日を過ごすというふうにしますでまあ左辺同士にしたり「と」を付け加えたり「な」を付け加えたりしてその実際の文の中で使っていくわけですさて今日の本題のですね宮田賢治のオノマトペについてお話をしていきたいと思います。 宮沢賢治については、まあえー、とあ,のある程度知ってると思いますけれども、えーまあえー、19世紀の、えー、最後から、えー、20世紀の初頭にかけて、えー、生まれ生きた人ですね。で見てわかるとおり1896年から33年までですからですから、えー、34歳あいやすいません37歳ですか、えー、37年の生涯しか生きられなかった人です。 でまあ、岩手県花巻市、まあ、今の花巻です、ね、の生まれでありまして、まあ、詩人、童話作家それから農学校の教員それから地域農業指導者と実はあの文学的に見ると詩人と童話作家というところで有名なんですけどもそれ以上にです、ね、非常に多彩なその人物像を持っていたということがわかります。 また、えー、小さい頃にはです、ねえー、っとその石にとても興味を持っていまして、えー、石っ子研さんというふうにです、ね、あだ名をつけられたようです。まあ、道で面白そうな石があると、えー、拾ってきて、えー、そしてそれを、まああのえー、コレクションしていたとそういう人のようです。 そしてえっとその聞いたことがある人もいると思いますけれども宮沢賢治のオノマトペというものはとてもその特徴的だというふうに言われています。例えばですね風の松三郎ですねどう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  というですね、ドドウドドドですねというふうに、えー、このこれは、えー、と風がです、ね、吹き荒れるです、ね、この様子を、えー、このような「のド」の音をですねこう繰り返してその途中に「う」を入れるというような形を組み合わせてその風がですねそれから、えー、馬があんまり鳴くものですからついついつり込まれてついつり込まれてちょっと鼻がせらせらしました。 これはその馬がそのあんまり鳴くのでそ,のそこにですねほろりとしてしまって、えー、自分もですね、えー、っとそのちょっとですねこう、えー、涙ぐんだというようなことなんですけどもあの、まあ、涙ぐむ時にはその時のその鼻の,その感覚をですねセラセラというそういう音を使って表現しているということが分かります。 でこれは宮沢賢治特有の,その表現ですので、えーまあ、どのように理解してよいかというのはなかなか難しいところがありますけれども、えー、ただむしろその先入観がないというだけでですね、えー、の方がその、えー、むしろ読む,読む方がですねいろいろと自分でその、えー、想像できるというようなところがありますよね。まあ、こういうい それから、えー、霧は小雨に変わり、えー、ぽっしゃんぽっしゃん降ってきましたです、ねえー、と霧のようなその、えー、粒の小さいものが、えー、小雨小雨というふうに言っているんですね、まあ、今の我々ですと小雨というふうに言、えー、うようなところを、まあ、小雨という表現していますけれども、えー、それはともかくとしてその霧がその、えー、小雨に変わるとです、ねえー、その水滴ができます で、それをポッシャン、ポッシャンというふうにですね、えー、表現しているということになります。で、まあ、ポッシャンというですね、ちょっとポッシ,シャ、でこの元の形というか、その基本要素は、さっきのところで見てわかるように、その多分ポシャーなんですね、ポシャーポシャー。 つまり「ポシャっていうところに速音をはめ込んでそして最後に発音というですね「う」の音をその付け加えたというようなことがものがこれがですね「ポシャンの出来上がってきたその過程だというふうに思われます。でポシャえー、つまり、えー、小雨に変わって「ポシャポシャ降ってきた」じゃなくて「ポシャンポシャンということによって何かこの、えー、雨がですね降ってくる時にちょっとこう。 あの溜めが感じられしかもその、えー、落ちててきた後の余韻ままでが感じられるようになっていますで、えー、こういうですね非常にこうあの独,独特の特徴的なオノマトペの使い手だということでまあ知られていますで、えー、その今見たものをですねもうあの途中でも少し言いましたけども、えー、その、えー、前に見たような、えー、作り方の法則にあめてみましょう。 えー、鼻がセラセララししましたこれは「セラというもので、えー、これを2回繰り返してそして「する」という左辺同士にしたんだというふうに言えば説明可能ですね。うまくいきました。えー、小雨がポッシャンポッッシシャャンン、えー、これはもうちょっと種明かしをしてしまいましたが「ポシャゃ」というですねそういうその要素があってそれに側音がはめ込まれその後に発音ですねが 付け加えられてさらに2回です。これも説明可能です、えー。これもうまくいきました。要するにですね、えっ、ー、とさっきとてもなんかこうちょっと見はとても特別なその、えー、作り方をしているように見えたんですけども実は宮沢賢治もその日本語というですね大きな日本語というもののオノマトペのその、えー どうやって作っていくのかっていう原理の中で作っていたということになりますつまりそのルールははみ出していないということなんですよねこういう作り方をしていくわけですところがですねこれどうですかねどう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 っていうのはっと、どうどうどうなんか困りますねこれはねえ このドドドとドドドまで消切れますかねそれからドドドとここまで分解できるんですけどもこれ以降がちょっとうまくいかないですよねそれからですねえっと実はこんなものもありますあのこれは実はごく普通に今でも私たちが使っているオノマトペなんですけどもえ首をゆっくり上下に振るやつゆっくり振るやつ とかですね、よだかはがっかりしてよろよろ落ちてなんていうですねこの、えー、ゆっくりとかがっかりっていうものを見ていくと、ね、この作り方はですねびっくりやさっくりと同じパターンですね。えー、つまり、えー、びっくりさっくりはビクビクとかサクサクというふうにさらに、えー、オノマトペースとして別の形を生み出すことができます。 ところがゆっくりからさっきのようなやり方でゆくとかがっかりからさっきのようなやり方でガカを取り出してもゆくゆくしてるとかですねガカガカしてるとかちょっと聞いたことがないですよねですからなんかどうもこれはその形としては、えー、典型的なオノマトペとその、えー、同じなんだけれども、えー、どうもちょっと特別なようです、えー、というわけでえー、っとまあこれを整理してみました。 でそうすると、えー、オノマトペには、えー、3種類あるようですでまああのオノマトペに3種類あるっていうのは宮沢賢治のオノマトペにも3種類あるし、えー、それから、えー、日本語としてそもそも3種類あるというふうに考えていいと思いますでそれに名前をつけていきます、えー、第1類第2類第3類というふうに名前をつけていきます 第1類は基本要素の加工展開のパターンではちょっと説明できない難しいものですさっきのドド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 みたいなものですねこれを1類と名付けますそれから基本要素の加工展開というパターンで説明できたさっきですね説明成功したものですせらせらとかポッシャンポッシャンはうまくいきましたそれからガーンドロ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  ノノノノン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 ですね、えー、そのガーンドロドロ,ドロ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 ノン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 というのはですね、えー、これは何かと言いますと火山が大爆発をして、えー、その地面が気持ち悪く揺れていくという様子を、えー、表したオノマトペです。 最後のですね「のん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 」っていうのはですねこれはその地鳴りがですねこう薄くに悪くその続くような様子を表しているオノマトペでしてあのまあ何というか非常にこう感じが出ているというふうに思います。しかしかながら、えっと、ガ,ーンガンは というものの中に今度は長い長くなろうと超音と言いますね超音を挟んだものですし、えー、ドロは、えー、あ次のものはドローを1,2,3,4,5回繰り返してますねですからこれも、えー、ドロける5というふうに説明すればいいわけですそれからノン、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 ノンはこれはノンを4回繰り返してますねですからこれもノンかける4というふうに説明すればいいわけです で宮沢賢治の場合はですねこのあ、えー、とその後でも見ますけれどもこういう基本要素をその、えー、普通一般的にはまあ2回ということが多いんですけれども、えー、こんなうに5回とかですね4回とか、まあ、もちろん3回もありますけれども、えー、そのこのように繰り返しているというパターンが見,つけ見受けられます。だからその宮の宮中にはですね、えー、とかける、N かける2ではなくて一般の人とかける2しかない持ってないのに宮沢にの場合はかける n を持ってるんじゃないでしょうか。n ってなんか数学みたいですよね。ですからあの童話を書いてるののに頭の中は数学なんですよねまもともと理科系の人ですからねそういういそれぐらいは普通に考えるんでしょで、えー それから第3類というものは今度は基本要素はちょっと取り出すのが無理ですね取り出してしまうとかえって無理になってしまうというものでちょっと別に考えておこうというふうに見ておきますえつまり3種類をこうやって見つけ、えー、区別してみたわけですで、えー そこで,です、ね、実はその宮沢賢治の、えっと、初期童話作品と呼ぶようなものがあって、えー、これを使って、えー、その分析をしてみます。で、えー、これは、えー、その宮沢賢治のがですねごく初期に書いた、えー、その童話群で、えー、その今の宮沢賢治の全集では第8巻に入っていてで、えー、まあ,あの童話1という分類をされています。で、えー、全部で34作品入っています。 でえーまあ、貝の日」「夜かの星」セネズミ「杖鼠」「カイロ団長」とかありますけれどもこの中ではそうですね「夜かの星」なんというものはあの知られているんじゃないでしょうかで、えーまあえー、つまりよ「よつまり夜かの星」というものは、えー、と宮崎賢治の中においては、えー、随分初期の段階で書かれた童話だということになりますで、えー、この中で、えー、341ページ ある中で数えてみるとまあ1600回切りがいいんですけれども、まあ、ちょっと若干誤差があるでしょうですけども、まあ、この1600回前後であるというふうに考えておいて間違いないと思いますそうしますと1ページの中にだいたい平均5回弱あるというようなことが分かってきます。1ページの中に5回 というとう、まあ、多いのか少ないのかよくわからないですけども1ページの平均が5ということは例えば1ページ目に1回しか出てないとすると次のページには6出てくるという計算ですねでそう考えますとやっぱりこれはよく使われているというふうに考えて良いのではないかというふうに思うわけです。 でえー、そして、えー、その基本要素ですねさっきその吹き出しの括弧でくくったものをその、えー、基本要素と呼びましたけれども、えー、これもまあ概算ですけども350種類ぐらい数えることができましたで要するに350種類のその基本要素をいろいろとこう、えーあのえー、作り上げて、えー、そして1,600回の、えー 全体1600回のノマトペとしてその使っているということになります。まあこれはですね、えー、と次の童話2とか童話3とかそういったようなものと比べてみないといけないとは思いますけれども、まあ絶対的に見てやはり多いなという感じは否めません。さてそれぞれの類としてじゃあどれぐらいのその割合になっているのかということを見てみます。 1> で第1類は44回2.8%第2類が1418回88.6%第3類が138回8.6%というような結果になりましたちょっと意外じゃないですかつまりその、えー、宮沢賢治といえばとっても特殊なオノマトペを使っているというので、まあ、定評があったように思われるのにその えー、に属する第一類は2.8%ですから3%も切っているわけですね。ということは、えー、っと97%以上は、えー、特別なおのまとではないんだということになるわけです。で、えー、ただですねそのことによって何、えー、だですね、えー、やっぱり普通の人じゃないか 思っていいかはまた別ですよね、えー、つまりそのどうでしょうそのあのもうとっても聞いたことないようなオノマトペがページをめくればマイページマイページあったとしたらばかえって、えー、その、えー、面白くなくなると思いませんか、えー、つまりこういういあるい 一般的な普通のオノマトペの中にあの途中で,です、ね、急にです、ね、こう特別なその見たこともないようなオノマトペが出てくるので、えー、やっぱり我々はですねそう考えるとこの2.8%っていうのはとても上手な割合なのかもしれないですよね。 で、えー、次にですね、えー、その最大勢力のその第2類なんですけどもこれはじゃあ何の変哲もないようなそういうこうあの極く平凡なものなのかっていうとなかなかそうでもありませんその実はですねこの基本要素の加工展開こそが剣士の腕の見せ所と言えるかもしれませんと言いますのもですねえー、っと加工をするときにはその えまあ加工なしもえ入れとしてもえ全部で20種類ものえ加工のテクニックを持ってるわけです。非常にですね加工のメニューが多いいいいとと言っていいと思います、えー、これを少し内訳をしていきますとえまあ加工をしないそのままの形で使うっていうのがえこれが最多ですところが即音系の加工即音を入れたりですねえその付け加えたりするというようなそういうパターンが、えー 十五点九パーセントぐらい。それからリオですね。後ろにくっつけるものがこれもやっぱり同じぐらいです。それからえー、っと、えー、その中でも速音挿入リーフカーですね、えー。きっぱりなんかのですね。そういったものですね。それから、えー、あが、えー、これがですね。えー、っとそのその中でも七点六パーセントあります。 でどうもですね、えっと、宮田賢治のノートペというものを見ていくとその加工する場合はその側音小さいつとそれからその「り」をですねえこう付け加えていくのがどうも好きなようです。えー、例えばうっとりとかぎっくりとかぎっしりとかすっくりとか、えー、すっぽりとかびっくりひっそりですね、えー、こういうパターンの、えー、その。えー 速音を差し込んで、そしてリを付け加えてまとめ上げるという、こういうパターンのものです。えー、あ、もっとありました、えー。とっぷりのっこり、のっそり、ぽっしゃり。えー、後ろの方は、のっこりとかですね、えー、ぽっしゃりとかっていうのは、やっぱりちょっと、えー、このような形になっていくと、その、えー、と聞きなれなくなりますよね。つまり、のそのそとか、のこのことか、ぽしゃぽしゃっていうのは、えー 聞いたことがあるような気もするんですけれども、えー、その「のっこり」とかですね「えー、ぽっしゃり」とかですねいうふうにその、えー、言われるとちょっと分かりづらくなってしまいます、えー、次に、えー、今度は展開の方いきましょうで展開もですねえっ、ー、と25種類のですねテクニックを持っていますすごいテクニシャンですね展開なしがですねえっ、ー、と、えー、38.3% それからかける2というのがこれが38.8%最大勢力ですその後に左辺同士をつけるとさらに増えますそれからかける3これはカツカツカツとかカンカンカンとかキシキシキシとかというものですこのキシキシキシというものは実はさっきちょっと言ったヨダカの星というですね作品の中に出てくるその夜ダの鳴き声です で、キシキシと泣くんじゃなくてキシキシキシ泣くんです。で一1個多いんです。でも、その一個多いというものが、その夜中のそのえー、打の鳴き声というものを非常に深く表しているようにも思います、えー、興味を持った人は夜中の星をぜひ読んでみてください。 それから「くるくるくる」とかですね「バランバランバラン」とかですねこういうような形になるとそのが然特色が出てきますねつまりそのやり方としては、えー、と同じ展開というものであって、えー、そ,のそれをかける2をかける3にしたものなんですけれども、えー、非常に特色があります、えー、4もあります。 サラ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 とかベタ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 するってありますけどもベタ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 するって言うとなんかその鬱陶しさ感がより増幅されますよねこういうのを使ってあります語もありますさっき見たですねドロ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 ですねそれからその機種をですねやっぱり5回繰り返してさらに速音をくっつけるですねこれも豊かの星ですそれから6なんですけども とこれはですねルを6回繰り返してるんですけども、えー、まちょっとどう解釈していいか少し難しいところではありますよね、えー、ただそのまあこれをルルをえっ、ー、と3回繰り返したとかルルを2回繰り返したとかまあいろんな考え方ありますけれどもとりあえず6回というふうにま見ておきます。 でこの6回が苦しくてもあの2回3回4回5回までは全部揃っているのが、えー、宮沢賢治の展開の特色です。えー、というわけで、えー、宮沢賢治初期童話作品というものを今まで見てきましたけれども、えー、これをひとまずまとめてみましょう。でえーそのえー、この 基本要素にですね加工も展開もしなかったものは結局要するに11.9% 1割ちょっとしかないんです逆に言うとですね検事は9割程度の基本要素に必ず何らかの加工展開を加えているということになりますえつまり宮沢検事のお名のたべは基本要素に加工展開を加えるというパターンが最も多いんですけれどもその加工展開に多彩さがあって特に 繰り返しが2からまあ6までに既にそのなるということがすでに初期動画作品から見出されますでここからですねじゃあこの後はどうだったのだろうということが、えー、そのやはりこうあの気になりますよねで、えー、そうするとこの後も全部含めて宮田賢治の頭の中にあるオノマトペ加工工場といったようなものの全貌を解明することがこれからの課題になると思います。 そして宮沢賢治のオノワトペが理解できればあらゆるものに応用可能ということになります。まあえっ、ー、と今世の中はいろいろと大変なことが起きていますけれどもしかし、えー、このことによって、えー、研究を、えー、終えるわけにはいきません。えー、一緒にですね、えー、こういったものを研究する、えー、人材を求めたいと思います、えー。長い間聞いてくださってありがとうございました。